ということで、今回はですね、先日発売されたこちら、乃木坂46新聞、皆さんゲットしましたでしょうかこのね、乃木坂46新聞の中で、まあ、このね、表紙にもなってる、アスカちゃんとカッキーの二人の対談っていうのが載っていて、まあ、そのね、対談を全部読んだんですけども、これね、えぐかったです。ということで、今回はですね、この二人の対談についてちょっといろ感想を話していきたいと思います。 このカッキーとアスカちゃんの対談めちゃめちゃ良かったですね。センター×エース対談っていうね、感じなんですけど、もうね、この、乃木坂新聞に書いてあるさ、二人の対談全部ね、音読したいぐらいなんですけど、<laughs> ね、それはできないと,ということで、まあ、どんなね、こと話したか、ざっとね、を話すと、まずこの二人の対談、終始アスカちゃんがカッキーのことを褒めてます。<laughs> <laughs> そうまずもう全体を通して、ね、というか、あう、アスカちゃんね、カッキーのことをめちゃくちゃ褒めてます。そのカッキーがね、今回、3次マイシングルでセンターになったと思うんですけど、まあ、そのことについて、アスカちゃんがね、カッキーが3次マイシングルセンターになってどう思っただったりとか、あとはカッキー本人の、ね、気持ちだったりとか、その去年ね、君の力で初センターになった時と比べてえ、前とはもう全然違うみたいな話をね、アスカちゃんがしてたりとか、あとはマナズの全国ツアー2022について、2人でね、もうほんとたくさんいろんなことをね、話してて、今年の全通 どうだったとかまああとはそのスピーチ今回ねカッキーが、まあ、座長というか、ね、最後のとスピーチみたいなのずっとねやってきたと思うんですけどそのスピーチの話アスカちゃんももちろん経験してるーことなんでそのスピーチのね話だったりとかでこの僕スピーチの話で好きだったのがあのカッキーがスピーチしてる時にアスカちゃんがもうずっとカッキーのことを見つめてるみたいな、ね、写真も出てたと思うんですけどそのカッキーがスピーチしてる時にに、ね、アスカちゃんがずっと見つめてるっていうね話もあっててたりとかまた、あ、その明日香ちゃん 含め1期生とまあこのね、えー、マナトニックさん2022は、ね、1期生2期生のね5人がこうセットリーだったりとか演出だったりとかいろいろプロデュースしたみたいな今年の全ツアー345期生をこうもっと大きくしたいみたいなねところあったと思うんですけど改めてねその話をして全ツアーの中で1期生2期生5人だけで君の名は希望披露するところあったと思うんですけどその君の名は希望のね感想のところですかちゃんがまだまだ私たちもね負けませんって言ってたと思うんですけどそれについてすかちゃん が話してて、あなるほどなーってめちゃめちゃ、えー、思ったりとかあとはもちろん今回座長センターだったカッキーから見た真夏の肉ふた2022後輩から見たアスカちゃんとかなんか改めてそのカッキーがねアスカちゃんに対してそのーね今日アスカさんと 写真撮るんだみたいな感じで4期生がね言ってたりとか今日こそ行くんだみたいなもう本当にねこう頼れるお姉さんみたいな感じのことを言ってたんですけど本当改めて、ね、後輩から見たアスカちゃんって本当に尊敬できる先輩だし、ね、頼れるお姉さんだしいろんな意味でアスカちゃんってメンバーの中で大人気なんだなっていうのをね、えー、感じたり逆にじゃないけどアスカちゃんから見た後輩メンバーマナゾナクスさ2020どうだったのかみたいなことをね話してたりとかまだこの2人のこう距離が縮まったみたいなこの夏でこの2人の距離がね縮 決まったよっていうカッキーが30番目シングルセンターに選ばれた時にアスカちゃんにお茶したいですってお願いしたりとか最近は2人での会話も前よりもこうちょっと増えたみたいな感じでそのままの全国スタ2022のライブ終わりに舞台裏の階段で2人でこうちょっと話して、ね、帰るっていうも問う尊い <laughs> めちゃめちゃ尊いんですけど、ね、2人でかあのちょっと話して帰るみたいなんですよねでなんかカッキーがねそのアスカちゃんと2人で話すのにアスカちゃんにわざわざ確認しに行ったっていう直接確認しに行ったっていうのがねもうめちゃめちゃ尊い といんですよこれはもうぜひね新聞買ってもう全部読んでほしいもう一,一文字一文字読んでほしいんですけど確かにこのかっきーとあすかちゃんの2人だけっていう組み合わせって今までなんかそんなこう特別こうイメージなかったなっていう感じだったんですけど本当にこの夏30番目シングルの活動だったりまあ夏のよくちゃん2022だったりとかでねこの2人、ね、かっきーあすかきとうといいなってなったもんね <laughs> そう、なんか、この二人の組み合わせももう最高やなと、尊いなってなったもんね。あとは、この夏を終えての野毛坂46の混合についても二人で話してて、まず、アスカちゃんはね、一期生はもうとにかく楽しみたいでもの、残りね、二人になっちゃいますけど、ね、とにかく楽しみたいみたいなことを言ってたりとか、あとはその、いわゆる世代交代みたいなこともね、アスカちゃんが話してて、まあ、ちょっとアスカちゃんの言葉ね、そのまま言っちゃうと、おまあ、夏の全国ツアーがこの形でできてよかったなって、本当に思うと、いわゆる世代交代みたいな、うまくいってるかどうかは見ている人たちが決める のかもしれないですけど中の話だけで言ったらスムーズにお渡しできている気がするしまあこのツアーを見ていただけた方ならわかるんじゃないかなと思いますっていう今回のね真夏の全国ツアーは34国師がフィーチャーされてどん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 大きくなってほしいっていう思いがね規制に規制の中にはあってそれがねうまくいったというか世代交代ねスムーズにお渡しできているどん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 34牧師生がもしい存在になってるそれはもう僕自身もというかもう皆さんも今回の真夏の全国ツアー2022で感じた部分なんじゃないかなと思うしでまあ 今日はね今は前よりも前向きになれたっていうグループのために何かできたらなみたいな2人が話す今後の乃木坂46っていうのもねもうめちゃめちゃ真剣に読んじゃったもんねあとこの2人の対談の中で覇王色っていう言葉が出てきますワンピースの覇王色出てくるんで 本当に最高のセンター×エース対談になっているので、えー、まだ読んでない人はぜひぜひ読んでみてください。はい、ということで今回これで終えたいと思います。ぜひこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもやってるんで概要欄からフォローできるんで、そっちのフォローもしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。バイバイ